演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマート、3分の1日分の野菜を入れるカレーサラダランチを食べたい。カレーでチキンカツが乗ってて、その下にライスじゃなくてキャベツが入ってるんですね。代わり種のカレーと考えてもいいでしょうか。確かにカレーにサラダがついているイメージがありますが、これはどうなんでしょうね。それでは、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではちょっと手こずってますね。ではいただきます。カレーはいわゆるカレーライスに乗ってるようなカレールーで、そう、いや、カレールーじゃない、カレーソースで、結構刺激のあるカレーでしたね。で、キャベツと絡まって、キャベツの食感ともに味わえて美味しかったですが、この辛さ、好みが分かれるかなと思いました。チキンカツは旨味があって美味しかったです。野菜、カレーの新たな食べ物としてはありだと思いましたね。ただ、カレーのやっぱり辛さでちょっと好みが分かれる部分もあるかなと思いましたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞、ね。